こんにちは、神田です。前回動画を見られた方、ちょっと勘違いされている方もいると思うんですけど、僕がちょっと山口県を盛り上げたいんですよね。で、その中でもスポーツでちょっとこうピックアップして、サッカーを中心にちょっと今回はやっていこうと思うので、本日はレノファのアンテナショップに来てます。レノファができて J リーグ参戦6年目なんですけど、僕初めてレノファのユニフォームを買いに来てるんですよ。実質ずっと浦和レッズのファンで、レノファのユニフォームを買ったことないんですよね。なので今日はここに買いに来ました。まずはユニフォームを買わないとレノファのファンの皆様に申し訳ないと思いますので、今から僕アンテナショップに買いに行きたいと思います。一応ショップの中に入って撮影の許可もいただいたんですけども、僕のリサーチ不足で、ユニフォームが2月の22日に入荷ということなので、それまでまた来て撮影させていただこうかなと思って、だけど全く何も買うの、買わずに買うの申し訳ないと思いまして、今回タオルと T シャツ、Tシャツの方を買わせていただきました。これ後日僕が来て、ちょっとどういうものか、またこの動画の方で、アップしていきたいと思いますので、今日はありがとうございました。